最近は受験生向けのコンテンツが多かったんですが、今回は1、2年生のみんなが主役です。というのも、来月の2月に最終テストがありますよね。言わずもがなですが、このテストはめちゃくちゃ大事です。はい。最後のテストに向けて、テストなんてどうでもいいし、なんて思ってるやついる？いねえよな。改めましてどうも、大地です。今回は冒頭で話したように学年最後のテスト、学年末テストがね、やってきますので、それに向けて、ぜひ一つ、この一つはやっておいてほしいっていうことを説明していきますので、ぜひね、最後までお付き合いください。それが何かっていうと、新しいチャレンジをしてほしいんです。この詳細を話していく前に、なんで学年末テストがね、ここまで大事なんだよってね、伝えたいかっていう理由を少しだけ伝えさせてください。その理由はみんなのこの1年の印象がこのテストで決まっちゃうからです。例えばここまで1年間みんながね、こう努力をしてきて順調に積み上げてきて順調にいってるよっていう方も最後の最後でこけるとですね、このみんなのね、この学年がダメだったなって印象で終わる。で、印象で終わるし、新しい学年、新中2、新中3とか新高2、新高3になった時に前のその印象に引っ張られるんですよ。自分の立ち位置がこの辺なんだって。例えばさ、200人いる学年で頑張ってさ、20位まで伸ばしてた。でも最後のテストで80位になったとするでしょ。そうすると、あ、俺は80位なんだって。私は80位なんだっていう、その、あ、どうせダメなのかもしんないっていう印象で新学年に入っちゃうのね。これがめちゃくちゃ足を引っ張ってきます。で、逆を言うと、あんまりね、うまくいってなかったんだけど、このテストでね、ちょっと心を入れ替えて、やってやるよって。で、やって頑張ったら、じゃずっとね、200人中150位とか、ちょっと低迷してたんだけど、最後の最後で、70位とかなったとするじゃん。そうすると、今まで低迷してたけど、お、頑張りゃいけんじゃんって。ここまで上がってんじゃんっていう、前向きにね、さらに上に上がっていけそうな気持ちを持った状態で、新学年に入れるのね。だから、最後のテストはこの1年の印象をめちゃくちゃ決めてくるので、なので大事にしてほしいんです。で、そしてその結果を出すために、ぜひ新しいチャレンジをしてほしいっていう話に繋がっていきます。で、この新しいチャレンジってね、具体的に何をすればいいのか、これは実はみんなが決めていいです。決めていいんですけど、1個の例え、そして一番やりやすい方法としては、テスト勉強を始めるのを少し早めにしてみてください。例えばテスト勉強を今まで2週間前からスタートしてた方がいるとしたら、もうちょっと前から始める。もっと言うと3週間前からスタートするとかでもいいし、勉強法を少し変えてみる。で、1科目をさ、1日1科目ガッてやってた方が、1日ちょっともうちょっと分割して、いろんな科目をやってみるみたいな。勉強法にしても勉強期間にしてもいいので、今までやってなかった方法、チャレンジする。これはノリでやってみようっていうテンションじゃなくて、もっとレベルアップ、スキルアップするために、ちょっとこういう風に頑張ってみようっていうチャレンジでぜひやってみてください。今まで結果でしたから別にやんなくてよくね？そう思う方もいるかもしれないんですが、当然ですね、今までみんな勉強してきて分かってると思うんですけど、勉強って難しくなっていきますよね。それは新学年でも同じです。例えば、今まで同じ勉強法で結果が出てた方がいるとします。でも、勉強内容は難しくなっていくし、途中で進度も速くなってくる学年も出てくるので、今までやってた方法が、いつか通用しなくなる日が来る可能性があるんです。だから、レベルアップはしなきゃいけない。今までテスト勉強別に1週間でできてたしって、いつか積むよ、それは。だから、今のうちにチャレンジをして、もっともっと勉強を、これね、このテスト期間っていうこの勉強の濃度を上げていってほしいの。で、その濃度を上げていった結果も出てったらさ、もう一石二鳥じゃん。だって勉強法のスキルアップもして、しかも結果も出せるんでしょ。で、その印象で新学年始まるんだぜ。完璧。なので、ぜひ今回は今まで通りでいいやっていう気持ちじゃなくて、ちょっとチャレンジして新しい取り組み、新しいやり方をやってみようって。それを意識してやったら、例えばね、みんなが結果出てほしいんだけど、うまく出なかった方もいるかもしれない。でもその時に意識してやったことがはっきりしてるから、分析して次に活かせるから。こういう風にやった時に何が噛み合わなかったのかって分析もできて、それが次につながる。新学年になった時に、今回はうまくいかなかったけども、さらにこうレベルアップするための期間にすることができますので、ぜひ新しいチャレンジをするっていう意識を持って、あとちゃんと勉強期間をね、ちょっと多めに設けて、ぜひ結果を出して新学年を迎えてもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。もしかしたらね、今この動画を見てくださってる方の中で、最近メンタルがなんか不安定になりやすいなって思う方がいるかもしれません。これみんなに当てはまるわけではないんですけど、寒い時期っていうのはメンタルが不安定になりやすいと言われています。私もかなり、季節に影響されやすいのでメンタルが不安定になりやすいんですけど、しかももともとねメンタルがこうジェットコースター人間なので、こう不安定になりやすいんですよ。でもしかしたらそういったみんながねご自身のことをなんでこんな人間なんだろうって思う方がいるかもしれない。でも俺はもうそういう人間だからいいじゃんって結構割り切っちゃってるんですね。こうやってネタにすることはあるんだけど、でなんでそうできたかっていうと、その自分の機嫌の取り方を分かってるからだと思います。例えば下がっちゃうのはしょうがないじゃん。でも下がる回数は減らせるし、下がってる期間、この時間を短くすることはできるんですよ。そのやり方を頑張ってこう研究じゃないけど実践して、たくさん失敗したよ、たくさん失敗したけどいろんなチャレンジをして、あ、こうやると俺はこう下にいる時間が短く済むんだっていうのをいっぱい見つけてきたから、それでこう機嫌を取ることができてる。でその一つが今回の本編の話なんです。新しいチャレンジをするって、常に今自分の状態でできることはあります。みんなもそうだよ。今のみんな自身でできることはたくさんある。でも新しいことをチャレンジして、そこで失敗することもあるんだ、いっぱいある。でも失敗から学べることもあるから、それも含めてチャレンジをして、あ、こうやるとこういうことが自分に起こるんだって、こういう感情を抱くんだ、こういう結果が出るんだって、その積み重ねをしていくと自分の機嫌の取り方がすごく分かっていきます。今回本編はね、そのテスト勉強っていう話をしていったんだけど、みんなが普段落ち込んでる時とか、それは友達の関係とか家族関係とかいろんなことがあるじゃん、みんなの周りでは。でもその時に今までの自分のままでももちろん素敵なんだけど、ちょっとこういう意識をしてみようって、それが俺の動画で話したことでもいいし、他の方の動画とか本で読んだこととかでもいいよね。今まで意識してなかったこととか、こういう習慣はやったことがなかったんだけどやってみようとか、新しいチャレンジをして気づけることはたくさんある。たくさんあるし、できることはたくさんあるから。だからぜひ難しいことは考えなくていい。まず一つ、自分はちょっとこの期間、例えば2月はこれを意識していこうとか、3月はこれを意識していこうとか、俺は結構長いスパンでさ、1年間これを意識していこうって決めてやっていくタイプなんだけど、ぜひ新しいチャレンジ、そして新しい自分を見つけながら、人生を少しね、少しそうすると楽しいから、人生を楽しんでいってもらえたらと思います。はい。ということで、改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では、また来週の動画でお会いしましょう。そして今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあ、またね。バイバイ。